スマタ教静岡県におけるスマタ教の一員は、スマタ教温泉スマタ教は、静岡県中部、川根本町にある大井川支流、スマタ川の峡谷。全長16キロメートルで、飛行は100メートルに達する。赤石山脈の隆起とスマタ川の激しい下国作用によって、複雑に入り組んだ流れが特色。潜入蛇行、寒流丘陵などは独特の地形。 今でも浸食が激しく、スマタ京温泉のある大間集落付近には、もともと川床があったと見られる跡がある。上流地域は、手付け数の自然が多く残り、1976年3月22日に、大井川源流部原生自然環境保全地域に指定されている。また、以前から林業が盛んであったため、その名残として、飛流橋や散策路が残っており、 観光遊歩道として再生。2002年には遊歩百1 0 0選に選ばれた。新緑や紅葉の季節は格別に美しく、また夏場の観光客も多い。大間ダム湖にかかっている夢の吊り橋は有名な観光名所である。夢の吊り橋、夢の吊り橋は大間ダム湖にかかる延長約90メートル、高さ約8メートルの吊り橋。その名称については、 夢に出そうな幻想的な橋という意味の他に、渡るのが怖くて、夢に見そうな橋という意味合いもある。一度に渡れる人数は10人に制限されている。また、降落シーズンなど、観光客で賑わう日は一方通行となることがある。2012年10月、トリップアドバイザーの企画、バゲットリストの、死ぬまでに渡りたい世界の徒歩吊り橋10に選ばれた。すまた今日は、 南の黒部渓谷とも称され、南アルプス市南部やすんまた散々への重要な登山口となっている。ありがとうございます。